ハンス・エノクセンは、グリーンランドの政治家。2002年から2009年にかけ、同地域の首相を務めた。けかった自治体の人口100人ほどの村、イティリックに生まれた。グリーンランド語しか喋らない。1995年から、グリーンランド議会議員を務めている。2001年に、挙老、狩猟、居住大臣と進歩党党首に就任した。 彼は2002年12月14日に首相に選出された。彼の政党の得票率は28%と1999年の前回選挙より7%落ちたが勝利には十分な数であった。この選挙後、進歩党は左翼政党であるイヌイットユーアイ党と連立を組んだ。連立内ではデンマークとの約定をどう転換させていくかアメリカ合衆国は 中陸軍基地の咀嚼料をグリーンランドにいくら支払うべきかなどが話し合われた。2009年の総選挙で、イヌイットユーアイ党は43%獲得したが、新歩党は26%しか獲得できなかった。この結果を受け、エノクセンは党首を隕石辞任した。2014年1月、新歩党から離党し、同党に所属していた他に議員と共に新党を、 結成した。ありがとうございます。